の写真スティファニー・ガーバーはアメリカ合衆国のヤングアダルト作家である。ガーバーが小説を書き始めたのは大学でレジレントディレクターを務めている時であった。ガーバーはいくつかの小説を書き4冊目の本であるスペースオペラが編集者の興味を引くまで200回もの拒絶を受けた。スペースオペラが売れなかったためガーバーはカラバルを書き始めた。ガーバーは カラバルがシリーズ本になることや、書き始めた時に、ロマンスになることを意図していなかったと述べている。後に、ガバーは2つの続編を持って、カラバル3部作を完結させる。カラバルは、パブリッシャーズ・ウィークリー氏のレビューにおいて、魅力的なキャラクター、想像力あふれる設定、さらに刺激的な描写が、愛、損失、犠牲、希望の魅惑的な物語を想像するために、 組み合わされているとする星付きの評価を与えられ、ニューヨークタイムズがミノベストセラーリストに15週間ランクイン、最高で第2位に達した。一方、NPR のケイトリン・パクソンは、伝えたいことが、はっきりとしないまま終わってしまっていると同作を、評している。なお、同作の映画家権は20世紀スタジオが獲得した。キャラバル、フラタヤーンブックス、2017、レジェンダリー。 フラタイアンブックス2018フィナーレフラタイアンブックス2019ありがとうございます。